3月2日、今年2回目となる国家戦略会議が開かれました今回は、今年中頃の策定を目指す日本再生戦略の検討要件の中から新産業、新市場の創出などを議論特に重要な2つの戦略などについて今後の検討日程が決められましたライフエネルギーショについては医療関連分野が成長創業となるよう 医療イノベーション戦略を具体化し iPS 細胞を使った再生医療の研究実用化や日本初の医薬品医療機器の開発など我が国の技術力を生かした戦略について議論4月をめどに国家戦略会議に報告しますそして戦略2つ目はグリーンイノベーションは日本再生の大きな柱でありますエネルギーの技術革新で世界を主導し 産業や雇用を生み出すという意味でも大変意義があると思いますこちらは政策パッケージとしてグリーン成長戦略を夏までに取りまとめますさらにイノベーションを推進する体制については政府としても研究開発から産業化まで一気通貫で行う産学官一体のプロジェクトを集中的に支援をしていきたいと考えておりますその他 おととし6月に定めた新成長戦略の徹底的なレビューを行いこの春をめどに中間決算をまとめることを決定また今回の会議では東日本大震災から1年を目前に被災地の復興についても議論しました復興には瓦礫の広域処理が必要であります住民の理解を得られるよう安全情報の丁寧な発信に努めたいと思います

日本の将来を担う若者の育成活躍できる社会の形成について話し合う予定です。